はい、悪い顔してます。こっち悪いです、今顔が。我々はこれからあるところへ向かいます。皆さん、どこに行くか内緒です。お楽しみに。あらら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 友達が手をさせられくれるが飯食おうか。食えねえ、ずっとこれやってるけど全然食えねえ、進まねえ飯が舞い上がっちゃってちょっと俺あるとこ行って先行ってくるわ。うん、行ってらっしゃい。なんだこれ。はい、ってことでーす。ディズニー来ちゃいましたー。で、今ね、さっき正義はどっか行ってから、あ、先ディズニー入り口来といてって言われて、あ、来たー。普及代わりにちょっと年パス買ってきました。年パス買ってきました。年パス、嘘だろ、マジで買ってる。期限切れてたんで。あ、ディズニー行ってらってあれ、年パスやったら入れないでしょ。いや、聞いたこと強すぎる、猛者すぎる。あいつすごすぎない？嘘でしょ。満喫しちゃいましょうか。行ってきます。やったぜ。やべやべ、ウォルズに挨拶しないと。いや、これ必要なの？これしないやつ全員知ってる。それは言い過ぎだけど、この方が僕の崇拝するね、世界一のエンターテイナーですから、ちゃんとお前も挨拶しないと。めっちゃちゃんとしてる。誰と行くディズニーより楽しいのよ。そうなんですよ。やっぱメンバーと行くディズニーってやっぱ違うから ね。やっぱうちのメンバーはね、やっぱお客さんにね、夢与えてるだけあって、自分たちも夢感じやすいタイプなんです。あ、そうね。素晴らしいです。まだ感じたことないやつは、大輝っていう人がいるんで、これはいいか。ちょっとテンションがもうやばいんで、ちょっと何する何する。もうなんか、ないっす、ないっす。もう何乗るの前に、床舐める。床舐めるんだ。もう床舐めってもう体内に入れる。やばいって。だいぶ言ってることやばい。床舐めるはやばい。どんぐらい上がっちゃってます。ほら見てください、この景色。いやディズニーですわ。もう全部が嫌。全部が嫌。いや、それもう嫌がってるから。いや、それもう嫌がってしまって。全部が。やめ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 。いや。とりあえずさっき俺車でワイン飲んでたけどさ、ホットワイン買いに行こう。なんでだよ。めちゃくちゃワイン飲む。絶対あれだね。酒入れてくるよね。絶対。いや絶対入れない。入れたことあんまない。今日は違う。ただちょっと今日はもうね、夜遅くからなんで、もう入れてぶち込んでいかないといけないかなということで。はい、ということで、なぜこんな半端な時間に来たかと、僕は今日メンバー愛を確かめるべく、そしてメンバーのノリの良さを確かめるべく、今もうね、閉園間際の8時、残り2時間しかないんですけど、今からなんとメンバーに集合をかけ、誰が来てくれるのか検証していきまーす。まあ一番美味しいパターンは、来てくれますかって言って、いいかもって言った人には100万円。助け的に誰来てくれると思う？あのね、間違いなく大輝が来ると思う。ターボーも来ると思う。あー、ノリは、ノリは渋るかもしれない。ただもしかしたらみんな一緒にいる可能性もあるんで。あ、そうだ。じゃあまず大輝にかけてみます。はい、もしもーす。あ、もしもし。あ、もしもし、どうした？ちょ、今、夢の国にいるんだけど、今から来てくれますか？今からです。あと2時間しかないんですけど。あー、待って、ガンダで行こう、ガンダで行こう、ガンダで行こう、ガンダで行きますか。ガンダで行きます。ありがとうございます。じゃあ待ってるね。うるさ。はい、ということで大輝来てくれます。やっぱさすがだね、やパリピだから。じゃあターボーさん。あ、もしもし。はい。今何してる？今、喫茶店でELO読んでた。イエローやん。嘘つけよお前。読んだことねえだろ。いいでしょ別に。イエローやん。怖っ、お前のプライベート。今ね、さつきとディズニーにいるんですわ。あ、ディズニー。はい。あ、いいよ。今から来てくれますか？あ、来る。あ、いいとも来なかった。ちょっとじゃあ今からガンダで来れます？いいともー。遅えよ。ちょっと待ってるね。じゃあ、うん、ガンダ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 、ターボーさん獲得。いや、やっぱ ST メンバーノリがいいね。じゃあ問題の男、ノリさん。こいつはでもレス早いから、電話とか LINE とかマメじゃん。それはそうだね。嘘でんの。
あ、もしもし。はい。テンション低っ。何してんすか。え、いや、寝てた。寝てた。日曜日寝てるの君。今起こされたよ。え、なんすか。いや、ちょっと今ね、ディズニーにいるんで来てください。ディズニーにいるんで行きましょう。もうあと2時間ぐらいしかないんですけど。え、俺今その2時間のために行くん。これそうです。行きましょうか。これ マジのやつ。マジのやつです。まあ、ディズニーだったら行く。まあ、ディズニーだったら行く。行く。行く。ありがとうございます。じゃあお待ちしてます。時間があんまないんで、ガンダでお願いします。ちょっと急ごう。みんな来る。じゃあ最後ね、京平さんはインフルエンザなんで、リボンさんにも出ます。バリバリ仕事してると思う。出ないっすね。出ませんね。ダメです。じゃあ写真だけ送っときましょう。あー、嫌がらせしよう。4人中3名は来てくれるということで。素晴らしいよ、これは。やっぱ ST ノリいいね。このグループいいわ。ノリいいかどうかは置いといて、単純にみんなディズニーが好きなんだよ。あ、そうだね、それはある。そうそうそう。で、みんな行きたいって言ってた、ちょうど。うん。ただ俺の嫌がらせで、8時に着いたっす。だって来るのに1時間ぐらいかかっても1時間よ。そう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 。いや、もうディズニー素敵素敵。もうね、いいのよ。あ、ディズニーの何がいい。あ、もう、もういいのよ。もう何がいい。いいのよ。まあ、あれから1時間ぐらいでもう真っ暗になってるんですけど。もう時間まあまあよ。もうターボーさんが好きみたいなんで、じゃあね、そろそろ来るみたいなんで待ちましょう。だるそうな顔してきた。来たよ。来たー。やー。ごきげんよう、ごきげんよう。どうも、テキサスプレイタイムです。なんすか？テキサスプレイタイムです。テキサスプレイタイム、なんだっけ？テキサープレイタイムじゃん、お前。あれ謝ってんの、謝れ。テキサープレイタイムです。喫茶店から来て俺を褒めてます。喫茶店から俺 EL もなんでしょ。 EL がやばい。でも一番乗りだよ。え、一番乗り。あ、一番乗り。え、みんな今日みんな来るの。ね、一応京平以外は全員呼んだんだけど。おお。ノリとターボーと大輝が来る。おお。一番乗り。いや、さすがに気持ち違うよね。ここいや、もう違うから、もうこういうことだね。どう思った。いや、まあ普通に、まあありだなと思って。あー、別にありだな。全然全然だろうが。あー、いや、関係ない。それはなるほど。一瞬戸惑ったけど、すぐシフトチェンジして、あ、いいねっていう。さすが。ノリがね、めっちゃ眠そうだった。そう。電話で起こした。寝てた。廃人かよ、あいつ。もうすぐ他の人も来ると思うんで。次誰来るんやろな。来た。危ない。いや。チョコマン。来てやったぜ、簡単なチョコマン。ガンダです。こんな時間に。暗いね。暗いよね。真っ暗。余裕っすね。余裕です。余裕が夢の国となれば。パリピは違うよ。いやー、今ノリが素晴らしい。いやー、東京だからな。東京ポジションがもうすごいから。はい、ということで次はね、はい、最後、はい、もう直前まで寝てました、電話しとき。え、ボアやんか。ノリさん寝てた。うん、行くとは言ってます。おお。大丈夫か。ちょっと待っていきましょうか。オッケー。あ、早く楽しみ。あ、行こうぜ。好きになって信じ
歩が踏み出せない自分。